キャプテンアメリカ。キャプテンアメリカは、アメリカ合衆国のマーベルコミック観光の複数のアメコミに登場するヒーロー。彼の登場するコミック作品、アニメ、テレビドラマ、映画作品、およびそのシリーズ名にも使われている。キャプテンアメリカは、ヒーローとしての名前で、本名は、スティーブ・ロジャース。通称では、キャプテン・ロジャースや、略称で、キャップとも呼称される。 他に、通り名としては、自由の番人、成常期のアベンジャー、第二次世界大戦の生ける伝説、マスク側頭部の装飾から、ウィングヘッドなど。1922年7月4日生まれのカニザ、出生地は、ニューヨーク市マンハッタン区、ロワー,ーイーストサイド。ジョセフと、母、サラはアイルランドからの移民である。軍の徴兵基準を満たせないほど貧弱な体だったが、 ナチズムへの義憤と愛国心にかられ1941年に軍の超人兵士計画に志願。人間を超人兵士に生まれ変わらせる特殊な結成を作ったアースキン博がナチスの工作員に暗殺され、結成の正確な生成方法はアースキン博士の頭の中にしかなく、スティーブのみが当時のアメリカの超人兵士、キャプテンアメリカとなった。戦後、 この結成の副作用でスティーブは死亡しかけたこともある。そのネーミングとコスチュームの外観から単純な愛国者と誤解されがちだが、彼が忠誠を誓うのはあくまでアメリカの自由、平等、迫愛の三原則とそこに生きる人々にであり、アメリカ政府がその道に反すれば幾度となく対立してきた。また戦時下に敵対したドイツ軍や日本軍に対しても、 敵と割り切っていたわけではなく敵軍にも尊敬できる人々はたくさんいたとそうなってしまった状況自体を悲観していた作者、読者個々の政治観によって人物像が変化、投影されやすいキャラクターである。出版史上ではキャプテンアメリカは九百四十一年から九百四十九年まで継続的に発行され戦中は数軸国と戦後は アメリカ国内の犯罪者や未来人らと戦った。1953年から1954年に短期間復活した際は赤狩りの風潮に合わせアメリカに潜む共産主義者らと戦った。当時のキャプテンアメリカは戦中から戦後まで一貫して同一人物であり、特に死亡したり世代交代したりといった設定はなく、赤狩りをしたキャプテンアメリカも行方不明になることなく、 復印した、た。スティーブ本人であった1964年のアベンジャー,アース市場での復活に合わせての設定変更で、キャプテンアメリカは1945年以来、行方不明であったということになった。戦後の活躍や赤狩りを行った過去は一度抹消されていたものの、1972年のキャプテンアメリカで、赤狩り時代のキャプテンアメリカが別人として再登場し、 赤狩りを行ったキャプテンアメリカは暴力的な人種差別主義者で初代のロジャースとは別人と再設定された。さらに1977年から発行開始されたホワット・イフで初代が行方不明になってから1950年代に別人のキャプテンアメリカが登場するまでが設定し直され、同年のザ・インベイダースに短期間登場したヒーローのスピリット・オブ・76。 ウィアム・ナスランドが2代目、キャプテンアメリカとなり、その死亡後は1941年発行のザ・ヒューマン統治に初登場したヒーローのパトリオット、ジェフリー・メイス、初代パトリオットが3代目、キャプテンアメリカとなっていたと再設定された。スティーブは世間に正体を明かし、ブルックリンクのレッドフック近隣に住居を構えた。のイベントの後、ロジャースは、再び、 shield に雇われ、バッキーが生存しており、ウィンターソルジャーの名の下で、ソ連のスパイとして利用されていることを知った。また、かつての恋人、シャロン・カーターと寄りを戻した。2 0 0 9年から2007年にかけての、クロスオーバーイベント、シビルウォーでは、スーパーヒューマン登録法の反対の立場を取り、反対派グループのリーダーとして活動した。アイアンマンを含む、 賛成派ヒーローから逃げ回る身となり、政府から発見を避けるため、ブレッド・ヘンドリックという偽名でショッピングモールの警備員を装った。シビルウォーが長引くとスティーブはパニッシャーやキングピンのような平常時は手を組まないようなものからの支援も受けた。2敗の争いは市民にも大きな被害を出し、それを恥じたキャプテンアメリカはマスクを脱ぎ、 単なるスティーブ・ロジャースとして投稿して逮捕された、脱ぎ捨てたマスクはパニッシャーが銃。2007年、デス・オブ・キャプテン・アメリカのイベントで逮捕されたスティーブは、複数の犯罪容疑で起訴されて、連邦裁判所に搬送される途中、至近距離から数発の銃撃を腹部に受ける。その後、病院へ搬送されるが、死亡が確認された。暗殺を指示したのは、レッドスカルであり、 スナイパーのとドクター・ファウスタスに洗脳されたシャロン・カーターによって実行された。スーパーヒーローのコミュニティは暗殺事件に動揺を隠せなかった。パニッシャーは一時的にキャプテン・アメリカと同様のコスチュームを身につけ、ウィンター・ソルジャーとウルバリンはあだだを誓った。ウィンター・ソルジャーはキャプテン・アメリカの盾を盗み出し、さらにパニッシャーはマスクを彼に提供した。 キャプテンアメリカの亡骸は、アーリントン国立墓地の記念碑の下に置けされたかに、思われたが、それは偽物であり、本物は、トニー・スターク、ハンク・ピーム、ジャネット・バンダインがかつてロジャースが発見された、北極へと返した。ネイモアもこの小さな葬儀に参加し、彼の安民を誰にも邪魔させないと誓った。スタークは、スティーブの残した手紙を受け取り、 キャプテンアメリカの名を絶やさないで欲しいという彼の望みを知り、バッキーを新たなキャプテンアメリカとすることに決めた。バッキーは自らの自主性を保証することを条件に、スタークの要求を呑んだ。バッキーは円形シールドを受け継ぎ、新しいコスチュームを着てナイフとピストルで武装した。ロジャースの一周期の際、北欧神話のスーパーヒーローである層は仲間たちが静着できるように、 彼の能力でアメリカ中の通信を60秒間停止させた。で、キャプテンアメリカは死亡しておらず、暗殺の際にレッドスカルがシャロン・カーターに使わせた銃は特殊なものであったことが判明した。スティーブは過去を彷徨った末、肉体を失ったレッドスカルが精神を移し替えるため蘇生させた。その後ロジャースは体からレッドスカルを追い出して取り戻し、 バーンズラー・ベンジャーズと共にスカルを倒した。リボーンの後日談、キャプテンアメリカ、フー・ウィル・ウィールド・ザ・シールドで、スティーブはバッキーに正式にシールドを託し、キャプテンアメリカを続けるように頼んだ。アメリカ合衆国大統領は、シビルウォー中の行動に対し、ロジャースに全面的な恩赦を与えた。および、に続く大型イベントで、スティーブ・ロジャースは、 中心人物となった。合衆国大統領は、ノーマン・オズボーンを解任し、スティーブを新たな国家の安全保障の責任者に任命した。スーパーヒューマン登録法は廃止となり、スティーブはアベンジャーズを再編成し、自分はシークレット・アベンジャーズに参加した。スティーブは超人兵士結成の効果で、高い知能と強靭な肉体を持ち、凍り付けになったまま何十年も、 歌死状態で生き続け、ベンチプレスで補助なしで1100ポンド、500kg を記録し、1マイル、1.6km を1分以下で走ったことがある。超人兵士結成は、彼のすべての代謝機能を強化し、筋肉中の疲労毒の増加を妨げ、アルコールで命定することができず多くの病気に対して免疫を持っている。ストリッツ・オブ・プワゾンという話では、彼の肉体が、 規則的に超人兵士結成を生成していると確証している。スティーブの戦闘経験とトレーニングは彼を熟練の戦術家及び優れた現場指揮官にしており、チームメイトたちは戦闘中しばしば彼の命令に従っている。反射神経や感覚機械もズバ抜けて鋭い。彼は自身の専用武装である円形の大型シールドを用いた格闘術を得意とするほか、 複数のマーシャルアーツ、ボクシング、柔術、合気道、柔道を習得しており、彼自身の体術と組み合わせたバトルスタイルを作り出している。ジニは強さや大きさ、他の能力で彼をかなり上回る敵に立ち向かい、打ち負かしている。コミックスでは彼は他の熟練した戦士たちから、マーベルユニバースで最も優れた近接戦闘の達人の一人とみなされている。 そうの選ばれたものにしか持ち上げられないハンマー、ムジョルニアを幾度か持ち上げたことがあり、精神の高潔さの少佐となっている。スティーブは膨大な米軍の知識を持っており、しばしば進行中の高度に秘匿されている国防省の作戦に詳しい様子を見せている。世界で最も有名で認められているスーパーヒーローの一人としての面を持つ一方で、 スティーブはスパイ活動コミュニティへ広い関わりを持っており、ほとんどは現在も続く SHIELD との関係につながっている。彼は時に広告アート、コミックブックアート、教育、高校の歴史、法執行機関などの日常的な分野の仕事に手を出している。スティーブはこれまでにいくつかの盾、シールドを使用しており、最も知られたものは対戦中に ルーズベルト大統領より贈られた地球の気象金属、ビブラニウムと鉄の合金で製作された円のシールドである。このシールドに用いられているビブラニウムの合金は偶然の産物で複製は不可能である。またウルバリンの骨格に用いられているアダマンチュームはこのビブラニウムの合金のリバースエンジニアリングの過程で作り出されたものとされている。 ムジョルニアやアダマンチウムでも破壊できないほどの地球上最高位の高度を活かしてシールドを手に持つか腕に装着した状態でシールドの円部分や表面部分で敵を打ち据える武器として用いり形状を活かし円盤投げやフリスビーの要領で投擲武器としても使用される。またスティーブは精密な狙いを定めつつ渾身の力を込めて シールドを投敵できるだけにとどまらず、周囲のものや敵にぶつけた、際の長弾を利用して、複数の標的を一度に連続して攻撃したり、その上で、自身の手元に戻ってきさせることができるシールドの投敵長弾技術を持つ。この様子は、スタンリーが初めてコミックの原作を担当した、キャプテン、アメリカコミックス第3号の2ページのテキストストーリー、キャプテンアメリカホイールズズトレイター。 S, S リベンジからすでに見ることができる。一時期以降からは、シールドリメントスーツ両腕の鉄鋼部分と肘側面部に、トニー・スターク、アイアンマンが開発した磁力を応用した装置を搭載したことで、自身の手元にシールドを戻ってきさせられなかった場合でも、自分の意思で容易に自身の下へと戻せるようになった。X 面の一人、ケーブル。 未来からのタイムトラベラーは起こりうる未来の一つにおいてこの盾は未来でも存在していると明かしている。ケーブルはそれを戦闘におけるシンボルとして振りかざした。キャプテンアメリカのスーツ及びマスクは正常機をモチーフとしている。スーツは難燃素材でできており防御力を増すため軽量のジュラルミン製スケールメールを下に着込んでいる。 マスクはコスチュームから分離していたが、初期の戦闘で脱げかけて正体が露見しかかることがあった。そういった状況の再発を防ぐために、スティーブはマスクをユニフォームと繋がったものに変化。それまで剥き出しだった首を守れるという利点も生まれた。頭部のマークは A だが、カウンターアースにおいては、当初足のマークを使用していた。アベンジャーズの一員としてスティーブは、アベンジャーズの プライオリティカードを持っており、コミュニケーションデバイスとしての役割を果たしている。その他、マーベルユニバースのヒーローヒロインのほとんどは、彼と信仰があり、その高潔さから尊敬と信頼を得ている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。